パパの持ち物チェック。今回は全部中身をぶちまけてテーブルの上に置いてみました。いくよ、イエーイ。すごいべ。はい、こちらは空のバッグたちでございます。空バッグ、ペンツ、スマホ、キャラ風呂、きれいきれい。フィルター、リモートにレンズ、モバイルバッテリー、はい、スポットライト、モバイルバッテリー、シグマにソニー、飲み物、三脚、センターポール、運台、建築袋、建築袋、 OM5 に iPhone 3、フィルターケース、ケースって言わないのこれ。ここにはこのちびすけレンズ、レンズじゃねえよ、フィルターを重ねて突っ込んであります。巾着袋と、あとフィルター用のガマ口っていうの、インスタ 360X2、 はい、ソニーさん、まだこの中入ってんだよね、これ。このにゃか、ちょっと見える見える見える、これ今日はパン持ってきた、サンドイッチ作って持ってきた。ちょい片付けてまいりましょう。これチビフィルター、チビ付けフィルターは順番はどうでもいいんだけどさ、他にもあったんだよ。だけどなくなっちゃったのは40年経って。風が出てきた。鼻声になっちゃったでしょ。では、来い。これ角型フィルター。入れ物は、これなんか別の。なんだったろう、あ、ロードだから、これマイクにくっついてきたやつ、これでしょ、とこれとこれで、これとこれとこれでついにしていて、カメラバッグの横にズボッと突っ込んでる僕だよ。こうかな、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 この子がかさばるよ、この子、この辺はハゲド、これな、キレキレ、レンズキレキレ、レンズキレキレはいつものこのバッグに突っ込んで、いつでも取り出せるようにしておくと。こうでしょ。で、エンドエンドエンド、どこだ？キャラブルさんはここに入るだよ。いつもここにいるだよ。ほい。これネジ回し。
ここに引っ掛けておきます。ちょちょりじゃあいいですか。メガネケース一応ね、サングラス2つ持っておくんだ。マウンターです。ピボットアーム、ピボットアーム、この何色カメラ系を突っ込んでおく。こういったものを持って歩かないとダメなんだよね。このタイプ、これが外れなくなるのよね。結構力入るもんじゃないとこいつは回ってくれませんから。でこの子もこっちでいいや。ちょっと重め、重めだよね。カメラ系は重めだよね。よいしょ。この子はソニーのバッテリー。これスマホ用のリップ。これはいつもマウントしてる、 君をマウントしてるクリップです。でマグネットの結構まあいいや。いや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 、うっちゃしいのがやってきちゃったよ。うっちゃしいのが。スマホはいいやな。ちなみにこのスマホちゃんはここに売ったってんだけどな。ほいー、現在ではこの子のコントロールに使ったりしてる。え、スマホさんしまって、スマホさんしまいまして、あ、フィルター類を先にしまわねえとひどいな。今日も花粉が凄まじいわ。ちょこっとチョコリンコとここへ置いといたらな、一面に花粉です。このまましまっちゃうとなんか花粉だらけになっちゃうでしょ。え、これさ、開けっぱなしにしたりしてると花粉入っちゃうよ。しまうときも困ったもんだよな。ほんと困ったもんだよな。あれ、どこ行っちゃった。ハゲ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 、どこ行った。ハゲ、いちいちこれをよ、きれいきれいしてからでねえとしまえねえだよ。フィルターケースに入っちゃうからな。ほい、こいつは、いや、こいつはもうほとんど使わねえの、使わねえの、持ってきてもしょうがないな。これやってもダメだ。やったそばからくっついていっちゃうから。こっちはブラックディフュージョンはよく使うものですから、掃除してから、おい、ちょちょちょちゃちゃちゃってやらないと。この子にいつもこれぶら下げて歩くようにしてるから。あとは、あ、確かフィルダーくっつけたったかな。これだな、これだな。これハーフ ND と、こいしょ、こいしょ。これは64ですな。ひどい。なんじゃこれ、あってくれ。ああ。これじゃないわ。こっちだ。あらららららら。この子はニューエアのベース。ベースやからここに突っ込んでる。ポイッと。これニベアの新しいやつな。すっごい花粉で真っ白けになっちゃってるよ。すさまじいね。ほい、でこのこのさっきのかな、これさっきの、これはなんだっけなんだっけ、あまり使わねえってやつか。CPL だからもう使わねえんだよ。なんだっけなんだっけなんだっけ。この子を先にしまっとこうかな。この子を先によ、これとこれとこれと間違えて突っ込んでた。よく使うものはこれに、この子に入れてバッグに吊り下げてストラップでちょっと引っ掛けて持ち歩くようにしています。でこの辺のものな、あまり使わねえからさ、これはよく使うやつだな。キープ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 して
見えてる？ちょっと音かけた。この子はあんまり使わないから、この辺突っ込んでくる。はい、収まりました。はい、はい、ほんでもって、ほんでもって、ほんでもってよ。このプーさんバッグは、ほいほいほい、全部出しちゃう。マイク系のものが入ってます。ケーブル、マイク、ラベリアンマイクね。これロードさんでしょ。マイクケーブル、これも短いやつ。この子は、この子は、ほら、ちゃ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 、この子は今ここにくっついてる DJI マイク2の iPhone 用のアダプター。これなくすとアウトだから、このマグネットがちょっと要注意だな。どっか別のとこ入れとこう。うん、こっちか。これに入れよう。これ重要なものはこの中へさらに入れてある。これも入れとこう。これも入れとこう。すでにこのケーブルはほとんど使わないと思うんだが、他のとこ入れちゃうともうなくなっちゃうからさ、とりあえず入れてあんのよ。こうやって。で、マイク。マイク系はこの中へ全部突っ込む。突っ込む。これはちょっとな。ストラピ。マイク系。これはこっち。マイク系。ほい。マイク系。以上。これおまけ。ポン。マイク系、小物系。これは工具類入ってます。工具類はとっても重要。ほら、こういうの2つ入ってるな。さっき外したから1個。あとは六角レンチ、めったに使わんが六角レンチ。これベルクロな。あとはこういうの、こういうの。あとはハサミが入ってたり、爪ヤスリが入ってたりな。なんじゃこれは。あとはバッテリー、指のバッテリー、こんであるでしょ。これ輪ゴム、シリコン輪ゴム。これリング、ゴムのリング。こういうのも入ってる。これ、この子は爪のサイドのなんていうの、カバー、パキッと止めるやつ。これ何？ルーペです。ルーペまで持ってあるって言うんだよ。何それ？戻す。早回し。たらこのバッグを入れとく。マイク、このバッグ、このバッグ、キャラ、このバッグ、キャラ、もう一個バッグと戻す。これもフィルターのガマ口で、この子はライトです。ライトです。フライト、よかった。でちゃんと袋に入れてしまいましょう。抜き出しはダメよ。はい。で、マイクの方へ入れておくと。この子は、カメラバッグの横へ突っ込みます。モバイルバッテリーは2つ。あら、あら、傷ついた、これ。まあいいや。んで、持って、ほんで、持って、ほんで、持って。これはクローデン。マウンター。こういったものに突っ込んでおかないと。これなんかまだいいんだよね、角丸いから。で、むき出しになってないよね。プラスチックカバーだから
他のものはあまり傷つけないで済むんだけど、こういうアルミむき出しのやつあるじゃない、これな困るんだよ。必ずこうやって袋なんか入れて使わないと、あっちこっちぶつけたりして他のものを傷つけちゃうからな。こうやって使ってください。これはい、ほいほい、へいへい、おーと君をチャージする。ズボリンコでしょ、いろんなところにくっつけられるのが、これでやっちゃおうと。ケーブルがあまり長くないからにこいつを刺すと、どこ、こっち、反対ピコ、あれピコって言わなかった、言った、あらピコって言った、あ、入ってる、ピコって言ってくんないとな。ね、で、この子も一応何でもいいや、こうやって入れるのと、ケーブル、これとこれは一緒にしておこう。この辺のは大事なケーブルだから、なくすとえらいことになっちゃうケーブルだから、カメラバッグの隅っこに突っ込んでおきます。カメラバッグに確実にあるようにしておくと。これもケーブル入れにちょうどいいからさ、巾着袋、デメ金、巾着袋、デメ金じゃない、金魚か、金魚真っ赤か、巾着袋、これスポットライト、ディフューザーまで、ディフューザーまで作っちゃった。ほら、ちょっとわかるでしょ、この締まりが悪かったね。ピッコッ。で、この子は、カメラ系に入れる。この子は、よう使うもんだから、このズボンね、普通のジーンズじゃないんだ。見えてる？ Z ドラゴン。作業着なんですよ。上質な作業着。だからお尻見るとね、ふわっとしてる、パチッとしてないのよ、普通のジーンズみたいに。余裕があるから、お座りさえするのがすごく楽なの。この膝こそもね、最初からこれ出っ張ってんだよ。ほら、切り込み入ってるでしょ、見える？で、サイドポッケあるから、ここに入れて、持ち歩くと。あと何よ。こんなもんで。この子外した時に困るんだよな。どこの子かなって。この子。これは、カメラ系。ちょっと重いもの系。これとこれな。これとこれ。どっか置いて帰っちゃったりしないようにしないとな。まあいいや、ここだったら、このバッグだったらなくならない。へいへい。ケースはいつもの。これなんていうんだこれ。この形のバッグってなんていうんだ。フロントバッグ？サイドバッグ？ここにはこういうのがついてるな。キレキレ、布キレ。さっき説明したっけ？覚えてね。覚えてね。邪魔が入ったりするともう何やってんだか分かんなくなっちゃうんだよね。さっき説明したっけ？してなかったっけ？ PD の充電できるやつだから、ハイスピードなんです。メインカメラ用に持ち歩いてます。バッグに入ってて、でチャージしながら移動してます。そんな方法を取る。これは何？とりあえず袋に来ただけ。ビニール袋とか。突然の雨の時にビニール袋をぶっかけてバッグを保護する。いいんじゃないでしょうか。これ軽いからこっち。このバッグはちょっと軽めのものに。これは今使ってるから。この子は今使ってないからこっち入れておくと。こういった巾着袋。でもこれ100均だから、黄身をズボッとしまい込むのに使ってたりする。ズボッと入れてからこの中にズボッと入れる。
そうすると傷がつかないで済むでしょ。そんなもんですな。レンズはこの子は新しく加わりました。はい、7200ハーフマクロ付き、ちょっと変わったやつ。200だからね、あんまり遠くのもの撮れないだろうなって。案外撮れるよ。 APS-C に変えると300になるでしょ。300だと結構鳥さんなんかもいけるよ。ヤケクソになってさらに望遠、あ、なにこれ、あー、かけた。さらにデジタルズーム、超解像デジタルズーム2倍ってやると600ミリになるんだよね。その辺までだったらば見られます。十分見られます。ほんまに見られます。本当よ、いけてるよ。こんなもんで今日はよろしいんじゃないですか。これ持ってきた今日。さっき使ったらさ、使い方もしっかり忘れてんだよね。いやーね。で、君のマイクをここへズボッと刺して、こっち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 来るわけ、ぐる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 って。そうするとここぶつからないで済むの。ここに隙間あるし、隙間だって。ここにくっつくでしょ、君がくっつくのよ。バランス取ってあげるとここぶつからないで済む。済むのよ、ぶつからずに。すげえじゃん、やるじゃん。こっち行った時はダメだろうな、ぶつかっちゃうだろうな。まだこの回転をまだやってない、テストしてない。めったにつかないから、ぶつからなければいいんです。よいしょよいしょよいしょ、ちゃ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 、何やってんこれ。真ん中打ってって、バランス取って、このバランス取って、はい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 、あ、オッケーで、何倍で取ってまいります。さあレンズをしまって、さっきのこれ全部おっぴらげたやつ取っとけばやったな、これで写真で。バカだね、ダメじゃないね、撮らなきゃ。いや、そういうとこ抜けてんだよな。50、写真にしてください。鼻水、はい、ちょっと暗すぎ暗すぎ、あ、いや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 、明るくして明るくして、165mm、 はい、撮ってるよ、写真だよ、せーの、カチャリンコ。君撮ってみようか、せーの、パチャリンコ。この辺も撮ってみようか、パッ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 。お、近すぎた。ずらしてパチャリンコ。こっちもね、ズームして、こんなもん、こんなもん、こんなもん、こんなぐらい、パチャリンコ。おじちゃんはこうやってパチャリンコね。鼻水出てきた、また。はい、いかようにも取っていきます。このセンターポール買って正解でした。これは 33mm 太めのセンターポール、太めがいいです、使いやすいです。割高ですけどね、やはり頑丈さが必要です。ヌメヌメしてるでしょ、このジャイロ効かしてると。ドローンで撮ってるみたいでしょ。
キトピ。まあお店広げちゃってこんなとこに。お店広げるのは地面じゃできないからさ。いやちょうどいいや、テーブルでやっちゃえと。やりました。この子は、この子はカメラ入れ、キャメラ入れ、君を入れる巾着袋だからここへ入れると。君も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 、うん、知ってるげ。これは、いやこれここにズーム、ズームなんて手かざしたら止まっちゃった。はい、ズーム。ズル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 。ここへ特殊な、こういう特殊だって、こういう玉ころを作ったりして、ここへね突っ込むの。ポッと、ちょっと外れなくなるの。知ってる？こうやって取りまくってるときはこうやって使うんです。フィルターへ、フィルターがまぐち。ジンベイ君、ジンベイ君ですよね。ジンベイ君、この子は今使わないからしまうね。バッグへぶっこんで、ぶっこんで、いった。ぶら下がってるからね。ただちょっと使いにくいんだ、このやり方だと。ピッと入らないんだ、きついんだな。外さねえとダメか。外してからだな。突っ込んで、外して突っ込んで、えい、閉めて、ほら閉まんね。閉めて、でまた引っ掛けると。なんだ、こうすれば楽だね。あいててて、こうすればいて、で、チミのクリップはここへくっつけておく。なくしちゃうから、しっかり閉めて、なくさないようにすると。これで、この子のバッグじゃねえ、巾着袋、巾着袋の前にフィルターをとりあえずここへくっつけておくと。ここなれば映ることはねえでしょ、ねえでしょって、ないということでしてください。また考えます。これここらでもいいんだかな、やってみる。あとさ、このキャリーとバッグ、なんで反対側でやってたのか。こっち側にしたらここで簡単にできるんだね。向こう側回り込まなくてもさ。バカだよな、ほんと。ここもほら今ストラップでギュッて締め付けてる。そうすると落ちないんですね。ここへつけたらどうですか、どうですか。ほら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 、ダメか、ダメか。じゃあこっち、じゃあこっち、ほんじゃこっち、こっち、こっち、危ない、こっち。なんとなく危なっかしいけどな。ちっちゃい三脚の方はここに全部突っ込んで、ここへ突っ込むようにしてます。スポッと入るよ、入るから。入っちゃうんですか。なんともかんとも、なんともかんとも、こんともへんとも。斜めでいいや、斜め、斜めっこに、あ、つけた。これでいいじゃない。ただ外れると怖いな。マジックテープはちょっとはちょっとじゃ外れないか。この辺も後でなんか考えよう、考えよったら考えよう。ここさ、くっつけと邪魔になっちゃうんだよな。ティゴタティゴタティゴタよ。こうやって、ここか、ここだと開かなくなんだよな。安心なんだかよ、わかる。声の今考え中。とりあえずやはりここだな。ブランブランしちゃうから、こいつを持ってきておく。はい、大丈夫。今日はなんとお弁当持ってきてる。弁当、パンにゆうべ作ったポテトサラダが挟んできた。なんかそこでガサガサ始まっちゃったな。何かおっぱじまんのかな。いや、これ食ったらどっか逃げ出しましょう。
食べる結構重い。いっぱい挟んできた。お、汚れた。言うの忘れてた。これ全部で16キロ今日あります。すごいべ。これだけの重量をさ、自分の体支えられないおっさんがさ、持ち歩かなきゃなんねんだ。だからいろいろ考えてやってるわけだ。とりあえず持ち歩けるもの全部持ってきて、どんなもんじゃないと安全に完璧に運ぶ、使いやすく。Yeah.